2010年11月27日、中村勘三郎は名古屋御園座の公演を控えていました。ここまでのおよそ2ヶ月ほとんど休息が取れていません。稽古中はこの方が大活躍します。人見るとあんたが初めて見たから、もっと来い、嘘でも驚かなくちゃ。中村屋最年長のお弟子中村小三座が一門に注文を出していきます。なんだこれ、いやここ行ってないから来たいな、帰りてもできんなって、あんまり踊りすぎるわよ、ちょっと酔っ払ってんでしょあんた、踊るんじゃない、酔っ払ってなくちゃ。だからやってくれ、あのよ、この公演は勘三郎の父であり小三座の師匠、17代目の追善公演。俺が死んだら小三座を一緒に棺桶に入れてくれ、17代目がそう言い残したほど二人は固い絆で結ばれていました。舞台袖では、あと何年で100、今90いくつ、90いくつって、90よ。親子3人の連獅子、小三座は役者を補助する後見として舞台に立ちます。裏方や脇役を務めることの多いお弟子がここまで脚光を浴びることはめったにありません。さらに中村屋には嬉しい出来事が。ごめんなさいな、ああ、2月ですって、2月15日はサルアカさんだから分かってるって勘九郎の妻、愛が妊娠しました。出産予定は2月です。しかし大きな困難に直面するのです。2月1日、勘三郎の長期休養が発表されました。発熱と激しい耳鳴りで緊急入院したのです。診断は特発性両側性肝音難聴という難病。復帰は早くて5月と発表されました。
差し迫った問題は3月、博多で大きな公演が予定されていたのです。緊急記者会見が開かれました。勘三郎の演じる主役を勘九郎が代演することに。周囲は心配しました。なぜなら演目が、勘三郎の代表作夏祭りなにわ鏡だったのです。2004年ニューヨーク公演、2008年ベルリン公演、そしてルーマニアで行われた国際演劇祭と、ここぞという時には必ず上演する勘三郎の宝物です。主役の団七は屈指の当たり役、任された息子は、彼は僕にとっても父親なんですけれども、舞台上だとか、何かを発信して表現する場においては本当に憧れであり恐れであり、光のような存在なんです。で、特にこの団七、夏祭りの団七は、最も輝いている父でした。まさかこんな形で活躍になるとは思わなかったんですけども、やるからにはやります、命を削ってでもやります。夏祭りなにわ鏡の稽古が始まりました。稽古場に誰よりも早く現れたのは笹野隆。勘三郎と演じた前回の夏祭りを見ておさらいです。魚これだけ入れてあるお守りのようなもんだねこの時勘三郎は入院中、耳鳴りと疲労感が収まらず安静にするしかありません。5月復帰という目標も危うくなっていました。すいません、もう何時か稽古してる？はい、何時か稽古してる？この前のとことかしてない？いえ、本当？全く前のところも大丈夫でしょうよ。大丈夫じゃないですよあ、おはようございます。おはようございます。そこに演出の串田和義が登場。あ、まだ？はい、まだです。まだなんだよな。もう10日、そうですね、10日。まあ、運命的に大変な時に大変なことが重なるね。本当ですよ。それどこじゃないです、もう子供どこじゃない重圧を感じている勘九郎に櫛田はこんな言葉をかけました。若いとかっていうことの良さっていうのは絶対あるし、ある意味では経験ないっていうことのハンディの逆に得なところもいっぱいあるわけだから、それ大事にした方がいい。勘太郎バージョンっていうのができたらいいなと、うん、そう絶対当然そうなるだろうけどさ。勘三郎の芝居をなぞるのではなく、勘九郎の夏祭りに仕上げなければならないのです。30両ここにござります。この30両の金皆おやっさんにあげようから、この籠だけは戻しておくれ。しかし表面的なことはもう、できちゃうんだよね、不思議とね。だからその根底がちゃんとできてれば、はい、大丈夫。型通りの演技、まだこの役をつかめていないと指摘されました。すると笹野が突然お前ちょっと 家に金入れないからさ、金を月10万かかると思うのは1万しか入れてないんだよ。ダメだよ。だからお金、これが工面するしかしょうがないじゃないか。
セリフを歌舞伎特有の言い回しから現代の話し言葉に変えて勘九郎にぶつけたのです。お前の子供、女房、誰が養うんだよ。いや、それはお父さんです。俺でしょ、俺しかいないんだよ、身内は。そうですね。そんな穴埋めをしようと思っても儲けること、金儲けしてんだろ、お前。それ邪魔ばっかりすんだもん。だってそれは悪いことしたからじゃないですか。いいことして金儲かるもん、金。金って儲かるもんなの。どっちでもいいんだ、金がありゃいいんだよ。金ないから。そうですね。金がないからさ、しょうがないんだよ。勘九郎が役をつかめるよう、先輩たちも知恵を絞ってくれました。そう、全部正しいんだけど、ぐち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 もういいじゃんみたいな、なんかそういう感じだな。この頃、博多公演の稽古と並行して勘九郎は現代劇の舞台に立っていました。昼の公演が終わった時のことです。ちょっと行ってきます。連絡あったんですか？いや、連絡なくて、俺が今電話して、そしたらうちの母親に電話したら、今もう、妻、愛が産気づいたというのです。病院に向かったその5分後、母から電話が。どんな感じ？生まれた？それで？愛は？愛大丈夫？ああ本当によかった。ああよかった。生まれた。生まれました。おめでとうございます。おめでとうございます。いやー嬉しいですね。あーよかった。ああ本当ですか。ああよかった。父勘三郎に報告。もしもし。ああよかったです。ああ僕も今向かってます。はい泣いてるよ父ちゃん。男元気な男の子ですって。真っ先に分娩室へ。待合室には勘三郎が。家族はまだ赤ちゃんと対面していません。どこできた？大丈夫。大きかったんで、ね、似てるかどうかわからない。大丈夫。こうやって抱いてるんですか？はい。寝かした。じゃあちょっと行ってきます。舞台へ戻ります。しっかりしないと。ね、そうだよ。本当に。
父親となって5日後、勘九郎は博多へ。いよいよ勘三郎の代役を務める勝負の舞台が始まります。おやじだ、許さして。おかげさまをもちまして、この春行特別公演2022も、5回目ということでね、楽しく踊ることができました。